では役の強さを強い順にご説明していきます。まずロイヤルストレートフラッシュ、これはポカで一番強い役です。ロイヤルストレートフラッシュはフラッシュって言って柄が全て同じと、あと数字が階段状になっていて、このロイヤルっていうキング、クイーン、ジャックの3枚が揃っていることをロイヤルストレートフラッシュと言います。で、お次にストレートフラッシュ、柄が全て同じで階段状になっている、これがストレートフラッシュになります。お次にフォーカード、フォーカードは同じカードが4枚揃っている役になります。で、お次にフルハウスは3カードと1ペアの組み合わせになってます。で、次にフラッシュ、フラッシュは柄が全て同じ役です。で、お次に普通のストレートです。9、10、11、12、13のように数字が階段状になっているのをストレートと言います。で、お次に3カード、3カードは同じカードが3枚揃っている役になります。で、次に2ペア、1ペアの組み合わせが2つあります。これが2ペアです。で、次に1ペア、同じ数字の組み合わせが1つで、最後に何も当てはまらなかった、今まで説明した役の何にも当てはまらなかったのがこのハイカードっていうものになります。以上。